新興宗教入りましたパート5、やっていきましょう。前回、謎の泉から、怪しげな水を口にしまして、もやもやしたおばさんに、こんなところに導かれてしまいました。割と固めのグールたちが、ダラダラしているという、それなりに厄介な場所ではありますが、お鎖になっている方々に、50口径弾を使う、太っ腹スナイプで、特に問題なく片付きましたとさ。前回の襲撃で、実は武器を一新しています。いつ紹介するか、これもうタイミング見失ってんな。まま、それはそれとして、影おばさんによると、ここで何かを見つけろってさ。聖堂と罠ばかりで、戦前の倉庫にしか見えませんね。アトムの放射能といえば、グリコのおまけと言っても、過言ではありません。長居をするとグールになっちゃうため、速やかにこの部屋を調べるのじゃ。謎のメモ、どれどれ。海洋位置がおかしい、なんだこのガバガバセンテンスは。アトムの石板が導く？石板。戦前の壁に、石板らしいものなんて、ないんですが。あ、あれは。原子周期表。アトムは原子関連なので、これが石板じゃな？おっと名探偵私、ロッカーの横に書かれた文字を見逃し、物あさりに夢中だ。ターミナルなんて開くわけないだろ、というかその答えを、今あなた、思い切り見逃しましたよ。小銭を拾っている場合じゃないですよ。プレイ中の私は、部屋のどこかに、原子番号でも書かれているんじゃないかと思い、注意深く、答えが書かれていないところを、入念に調べております。グールもどかしてみたりして、頑張ってますね。このあたりから、Google 先生に答えを聞こうかどうか、本気で迷い始めています。近くに手がかりがあるはず。そうそう、答えは割と近くにあるんです。やったぜ。ふむふむ、これはなんというか、マザーですね。でも、MO なんて原子、ありましたっけ？ざっと見た感じ、MO も、TH も、ER も見当たりません。あ、TH はありました。水平リーベの暗記は、原子番号90台には通用しない、悲しいなぁ。科学のお勉強は切り上げまして、早速スカベンジ。お、定年退職したおじさんが、趣味で掘ったような像がありますね。初めて1ヶ月目の作品、というクオリティですが、なんでこんなものが、パスコード付きの部屋に？エキサイト翻訳して、無理やりぶち込みました、バイゼニアジ。そんなレベルのメモは、ちんぷんかんぷん。少なくとも、これだけはわかります。ここに導いたのは、アトムの精霊でも超常現象でもなく、こうやって信者をいいように操ろうという、巧みなアトム信者が、いるということです。もしもやもやの霧が、幻想や精霊の類なら、あのパスコードも、きっと自動で開けてくれたからね。この謎解きで3分もかかっちゃう、だらしないインテリジェンスを、晒す必要もなかったもんね。ともあれ、アトムの人たちが好きそうな、怪しげな像を手に入れましたので、早速見せびらかしに行きましょう。失礼。うん。戻ってきたか。期待以上だ。アトムはお前に何か見せてくれたのか？これしかなかったけど、いいかな？毒の泉から水を飲んで女について行ったのに、変な像があっただけだったんだけど、これで貸しができたわね。女？像に案内されただと？どんな女性だ？何を見た？まるで悪夢だったわ。不気味なささやき声、謎のクリーチャー、それに霧に覆われた女の幽霊。なんてことだ。本当に見たのか、霧の母を。母はアトムの使者だ。あの方の計画とファミリーの未来にとって重要なものを案内する役目を担っている。彼女は最初に我々をこの場所に導いた存在だ。お前にも姿を見せたのなら、お前に用意された道は明確だ。次のステップに進む覚悟があるなら、お前を仲間として受け入れよう。ちょろい。これでディーマの記憶を取りに行けますね。中に入って上級調剤司祭の説教が終わり次第、
彼に像を渡してくれ。興味を持つはずだ。彼と話したら私のところに来てくれ。お前にぴったりの任務がある。そしてこれだ。ふさわしい衣装だ。だが覚えておけ、我々は皆アトムの熱心な信奉者だ。死者であるかを問わず背信行為は許されない。はい。ようこそシスター。成り行きですが、私入信しました。臭そうな服までもらっちゃって一体どうしろというの。さてアトム教団ですが、アカディア、ファーハーバーと並ぶ島の三大勢力の一つです。ここでも様々なお使いやら命がけの雑用ができ、報酬もなかなかうま味なのでやってもいいでしょう。奴らの運命は決まってる。演説中っすね。そして奴らはそれを知っているんだ。ワーハーバーの人々は聖なる霧の形で示されたアトム様ご自身の顔を窓から空を見上げて知ればいいんだ。この土地はアトムの支配から避けられないと分かっても、彼らは拒否するんだ。コンデンサーの背後で我々を嘲笑し、宣教師を殺し、彼らに光をもたらそうと願うだけの人々を虐殺するんだ。もう違う。鞭打たれた犬のように影に潜んでいた年月の後で、我々の目的は明快だ。そして私は勝利の鍵がニュークリアス自身の中にあると知っている。秘密はあの忌まわしいロボットによって隠されており、それがあればアーハーバーを島から消せるのだ。アトムのベールが通りに降りてきて、聖なる霧が異端者の土地を浄化する。ついに分解が許されるとき、それは英雄とみなされる。新しい日の夜明けだ。みんなアトムに栄光あれ。アトムに栄光あれ。典型的なカルト集団ですね。なんとなくパナウェーブ研究所という言葉を思い出しました。それはそれとして、ここニュークリアスは戦前の原子力潜水艦のドックとなっております。輝くアトムよ。教祖様のお家でもあり、アトム信者にとって宗教的な意味合いが濃いようです。オスオス、その帽子どこで買ったの？ああ、新たな回収者のことは聞いている。ようこそ。アトムに選ばれた気分はどうだ？このおしゃれ帽子をかぶったおっさんがテクタス、現在のアトム教団をまとめる指導者ですね。挨拶代わりに媚びを売っておきましょう。光栄よ、上級調剤司祭。それを聞けてよかった。アトムの慈悲を無駄にするものが多すぎる。ちょっと聞きたいことがある。ファーハーバーにいたんだろう？つまりアトムの聖なる霧に対する防壁のことは知っているはずだ。あそこの住人は不敬にも彼の土地を明け渡そうとしない。君だったらあのような場所にどう対処する？テクタスはファーハーバーの霧コンデンサーが許せないそうですよ。邪魔する奴は全員死刑の勢いですね。ファーハーバーはそんなにひどい場所なの？その通り。彼らは悪人だ。私の前任者はファーハーバーが異端信仰の砦を築き上げている間も粘り強く和平を求め続けた。我々は彼らを助けようとしたのだ。彼らにアトムの光をもたらすために多くの同胞が死んでいった。だが今は私が上級調剤司祭だ。もう時間切れだ。ファーハーバーが貴重なコンデンサーの後ろに隠れようとも、古代のロボットが我々の故郷に記憶を隠していようとも、アトムの敵はアトムこそがこの島唯一の支配者であると知ることになるだろう。ただそのためには我々が統一を果たさねばならない。アトムはチルドレンの献身を必要としている。それを受け入れさえすればうまくやっていけるはずだ。それで他に必要なものは？ご褒美付きの雑用ください。なわけでうま味ワーキングに応募しましょう。仕事の話がしたい。何何？
アトム教団から抜けた異端者を捕まえてきてほしいとな。あい、わかった。報酬をたっぷり用意しておきな。二件目のお使いは、断食中の狂った信者に、断食をやめさせることですね。断食していれば、アトム様からお言葉をもらえると、信じ込んでいるおバカさんに、救いの言葉をかけるだけの、簡単なお仕事です。アトムは私の献身を知っている。だからまた使者を送ってくるはずだ。そして私を呪縛から永遠に解放してくれるだろう。だからシスター、待たなければならないんだ。ということで、このハゲ底なよ、説得するだけですね。簡単すぎんな。いい知らせがあるわ。私はアトムの使者で、あなたの呪縛を解くために来たの。ほら、これは二人だけの秘密。いい？あなたは、まさか、使者か？呪縛が解けたのか？そうなんだろう？ああ、ありがとう。ありがとう、光り輝くものよ。恐れることはないぞ、使者よ。このことは誰にも言わない。アトムと共にあらんことを本当にありがとう。ということで、光り輝くものから申し訳程度にラットを下げるお酒の作り方を教えてもらいました。ラット値が10しか下がらないくせに、普通の薬と同じくらい疲労とか喉の渇きが増進する、使いどころのないアイテムでしたとさ。さて、他にもお使いはあるんですけど、それはまた別の機会に。今は当初の目的通り、ディーマの記憶を入手することにしましょう。原子力潜水艦があることからもわかるように。ドックの奥は、戦前のセキュリティシステムが、今現在も稼働中です。アクション性の高い、レーザートリップワイヤーが静かに上下運動をしておりますが、しかしながら、プレイヤーといえば、上下運動中の機械を、ものの1秒で解体してしまう、変態的な技術の持ち主であります。そもそも、センサーとして稼働させるレーザーは、肉眼で見えていては、ダメだと思うのですが、フォールアウトの世界観では、赤外線というものが、発展しなかったようですね。おかげで、光ファイバーやら、クリスタルやら、ウマージコンポーネントがもらえて、ご満悦でございます。ちょっと手際良すぎんよ。道中ですが、本来、タレットや戦闘ロボットが、自宅警備中となっております。が、今回は、イマーシブゲームプレイの恩恵により、戦前のロボットは、原則的に、プレイヤーと中立状態になっています。アトム信者は襲われますが、私は襲われない。IG のコンセプトを察するに、ロボットたちは、200年前の人物リストを参照しており、戦前の私はアメリカ人としてみなされ、その他は身元不詳で攻撃されるといったところでしょうか。わざわざロボットをハッキングしている理由ですが、拠点作りに意外と回路基盤が必要なんです。ファーハーバーの島ではロボットの絶対数が少ないですから、こういうところでせこせこ集めないといけないわけです。もっとも、連邦の拠点と供給ラインを結んでしまえば、それまでのお話なんですけどね。じゃ、民間人ですけど、司令センター、お邪魔します。ディーマは、ここに記憶を隠したそうで、現在は電源が落ちています。レバーをクイッとするだけで復活するので、全く問題ありませんが、クイッとすると、アサルトロンが一体、飛び出してきます。バニラだと、透明状態で殴りかかってくる、即死ポイントでしょう。電気を流しましたらば、あとはこのコンピューターにて、DLC、ファーハーバーにて、評価が真っ二つに分かれる、謎のパズルゲームが始まります。戦前の防衛を突破した先で、記憶がすぐに見つかると思いきや、謎のパズルゲームを要求するという、なんとも斜め上の内容となっております。これが人造人間の精神構造世界です。いつぞや、ケロップの記憶をたどった時とは、様子がかなり違いますね。これを聞いているということは、私のメモリー版区内に到達したのですね。一息ついてください。一度には大変でしょう。さて、ここですべきことは、
手近なあまりブロックを使って、記憶を読み取る虫けらを、ゴールまで導く、というものです。ということで、パズルは適当にクリアしました。が、ここで残念なお知らせです。パズルをきっちり攻略したのですが、緑虫が、ちっとも動いてくれません。この虫が、オレンジ色のゴールまで行かないと、パズルを解いてもダメなわけで。そもそも、パズルというほどの、難解な仕掛けはありません。不要なブロックを手持ちに加え、端をかける、これの繰り返しですからね。面倒ではありますが、難しくない、そんなミニゲームです。で、このパズル、全部で5つのステージがあり、どんどん面倒になっていきます。うわぁ虫が動いてくれないから、攻略したいのにできないなぁ残念だなぁ。ということで、今回は申し訳ないですけれど、ここ、スキップさせてもらいます。リーマのパズルスキップは、他にも何種類かありますが、先ほどの、レバーを上げる前に、導入しないといけないものもあったりするので、説明文をよく読んでおきましょう。さて、記憶は全部で5つ。残り時間も少ないので、早回しで聞いていきましょう。メモリーファイル識別 0V-9AX0 音声に切り替え、再生開始。ファーハーバーとの関係は良好ではありません。わけもなく同胞の数人が襲われ、唾を吐かれ、尋問を受けました。事態は手に負えなくなりつつありますが、信じてもらうチャンスはあります。彼らの誰か一人を味方につけたい。何をするつもりかは誰にも話せません。アカディアの遥か彼方に設備を用意しないといけない。そこは証拠を埋め隠すことも兼ねる場所です。追加の場所のデータを添付。ピムポップ工場の下にある医療施設、座標をダウンロード。これは町の誰かを人造人間と入れ替えた臭いですね。メモリーファイル識別 0J-2NN8 音声に切り替え、再生開始。私はこのメモリーを外します。マーティン調剤司祭と彼のアトムの子供たちにもう嘘をつくのは耐えられません。忘れてしまった方がいい。私は見つけました。潜水艦内部の核ミサイルの発射キーの場所。マーティン調剤司祭はそれで皆を分解に連れていけると信じています。原子の突風の手による破壊で。彼はその教えの解釈がどこまで時期通りになるかに取り組んでいます。彼に鍵を見つけて使う決断はさせられません。彼の子供たちは初めて私をあるがままに受け入れてくれました。彼らが消え去ることを思うと痛みで心がいっぱいです。追加のデータを添付。場所はハーバーグランドホテル隠しレア、キーコード485130。核発射キーとな、これはワクワクものですよ。メモリーファイル識別 0H-3X0D 音声に切り替え、再生開始。ファーハーバーが真実を見つけた場合や私の努力にもかかわらずよそ者が恐怖にとらわれた場合のために緊急計画を作りました。ファーハーバーの霧コンデンサーに動力を与える風力タービンを孤立させました。キルスイッチの命令でコンデンサーは霧とその生き物に対して無力になる。やってしまいましたが、やってよかったのでしょうか。これは大虐殺だ。私が引き起こしたのは。私のメモリーから指令コードを削除します。万一必要な時のためハードコピーは埋めておきますが、私の近くに置いてはおけません。気分が悪くなる。追加の場所のデータを添付。キルスイッチ指令コードと風力発電所管理棟への座標。言うことを聞かないならコンデンサー止めちゃうからねー、という脅しですな。メモリーファイル識別 0Z-7A4K 音声に切り替え、再生開始。俺から離れろ。お前は一体何者だ。私です。一緒にインスティチュートを逃げ出した。あなたは私の兄さんです。俺には兄弟はいない。名前はニック・バレンタイン。俺の家系にプラスチックの肌の変な奴はいない。あなたは混乱しているのです。私に助けさせて。俺から離れろ。傷つけたくありません。さよなら兄さん。再生終了。ニックの知られざる過去が垣間見えましたね。メモリーファイル識別 0Y-8K7D 音声に切り替え、再生開始。この潜水艦基地の戦前のデータファイルの中に興味深い記録を発見しました。
ここの海軍はコンバットアーマーの先進的なモデルを装備していました。世間話をしている基地にはすでにいくつかのスーツがあります。劣化の状態は様々です。ですが爆弾が落ちた日に基地に運ばれる途中だったアーマーがありました。密封材が持ちこたえていれば最高の状態のはずです。使うつもりはないが何が起こるか分かりません。いつか掘り起こす価値はあるかもしれません。追加のデータを添付。運送中のアーマートラッキング情報、座標をダウンロード。最後は戦前のお宝ポジションの耳寄り情報でしたね。島に平和をもたらすヒントが手に入るかもとやってきたのに、手に入ったのは島を滅ぼす情報ばかりでござったよ。ということでファーハーバー編はかなりの数の分岐があります。なかなか悩ましいところですが、利便性を考えるとファーハーバーは滅ぼしたくないです。というより滅ぼしても面白い以外のメリットはありません。ストーリーの大まかな進め方というと、それぞれに眠る情報なり鍵なりを手に入れ、それを出しに島の人々をけしかけたりなだめたりという流れですね。各勢力からどれだけ好かれているかも分岐に微妙に関わってきたりするので、本編の分岐よりも実は細かいんじゃなかろうかと思う次第です。といったところで今回はここまで。次回はアトムのお使いをこなしつつ、早速ディーマ情報を探しに行こうと思います。じゃ、ご視聴ありがとうございました。